カジミエーシュを長く離れてロドスでの暮らしに随分と慣れてしまったようだ。志を同じくする騎士が共に歩みたいと名乗り出るたび、ここでの日々を思い出す。だが複雑なデスクワークは想像以上に疲労がたまるのもまた事実。まだまだあなたに学ぶことも多いようだ。マリアは自分の本当にやりたい仕事に気づいたらしい。あの子は才能があり苦労も厭わないし、ゾフィアもいるから心配などはしていない。
今にして思えばマリアには剣よりもカジハンマーの方が向いているのかもしれない。あの飾らない情熱が永遠に続いてくれることを心から願っている。彼女たちは元気にしているか？リズの具合は？シャイニングは無理して戦っていないか？故郷にいた間もよく皆と肩を並べた時の景色を思い出したものだ。彼女たちはかつて私の帰郷に同行してくれたが、次はこの陽騎士が彼女たちの理想に光を捧げる番だ。